ここだ。ルリア、逃げる気か。違う、仕掛けてくるぞ。とんでもねえ攻撃してきやがる。けど今度はこっちの番だ。接近戦に持ち込めれば。Thank you.
違いねえ。あれは便利屋の兄ちゃんの声だったぜ。だとしたらどこに。負けらんねえんだ。
気破局をもたらし我が敵を捕れ。バハミエート！空間ごと崩壊しかかっています。ヌリアちゃん、急ぎ脱出を。改めてありがとうございました。皆さん、イド君も無事で本当に良かった。あんたこそ。かつて俺は歩むべき道を誤り多くの罪を犯した。その罪はとても許されるものではない。だがこの世界にはまだ取り戻せるものもある。俺を仲間と呼んでくれる彼らの笑顔がその証拠だ。無事で何よりだ、ローランド殿。あの時は助けてくれてありがとうございました。いえいえ、こちらこそお手数をおかけしまして。ならば俺はより多くのものを取り戻していこう。今の俺ならきっとできる。もう心配したんだから。俺もだぜ。あの時通信が切れそうってのにおちゃらけてやがってよ。うんうん、そうそう。空と母が俺を生かし、仲間たちが今に導いてくれた。よし、フォルカに行って祝杯と行こうぜ。オイラはリンゴジュース飲みてんな。全てが今に至る道だったのだと思えば、人生ってやつもそう悪いものじゃないかもしれない。空は何も答えてはくれないが、お前が与えてくれた力はこのまま借りておく。空の世界を守る、そのために力を使うなら神様だって本望だろ。に到着です。ビンディアの兄ちゃんがいない間に井戸…はて、もしや僕があの空間に閉じ込められてから結構時間…え？なるほど、僕が…かすかな気…あのイスタル…
確かめに行く。団長と共に。だが、うん。おっと。これからこの空域。団長君、君の活躍によりこのゼーガの空は救われました。ゼーガに住まう人々を代表してこの空を訪れてくれたことに感謝を。もっとも君にとっては長い旅における思い出の一つでしかないのかもしれませんが、あの時バハムート・オルタを封じた時点でゼーガでの旅は終わっていたはずなのに、それなのにイド君と共に残り僕をも救ってくれましたね。まったくお人よし加減では僕の乾杯ですよ。君はこれから先また別の空に飛び立つのでしょう。少しばかり寂しくはありますが、よかったらたまにゼーガに戻ってきて胸躍る冒険談を聞かせてください。団長君、本当に本当にありがとうございました。君たちのこれからの空の旅路に多くの幸あらんこと。難しそうだけど挑戦してみねえか。